日本の良いものを世界へ、日本文化紹介アガタジャパン、マークです。今日の老舗の一品は安田松慶堂さんのいちごの香りのお線香。本当すごいね。いちご香でございます。はい、というわけで安田松慶堂は寛政4年1790年創業、運慶会計の運慶さんですね、彫刻師運慶の流れを汲んだ仏壇仏具寺院荘厳仏具を制作している銀座の老舗でございます。はい、というわけで早速見ていきましょう。いやー、なんかさ、この洒落てんなと思ったのが、いちごっていうさ、あのストロベリーの方のいちごにあの音をかけてて、このいちご香っていうさ、このいちご一へのいちごなんだよね。いちご香っていうふうにして、これは洒落てますなということでございます。で、いちごっていうのは一期二期三期とかその一期ですよね。で、一期じゃなくていちごと読むときはですね、仏教用語で人が生まれてから生涯っていうところはいちごと、でいちご一へなんて言葉ありますけどね、そういった言葉の元になってるのはいちごということでございます。はい、というわけで、開けていきたいと思います。あーはははは、これこんな感じで、オープン、こんにちは、お香だよ。こんな感じで入ってます。おお、色はそんなイチゴ色っていうわけじゃなくて、なんかイチゴのポッキーみたいなやつが出てきて、燃やすとかになったら大丈夫かなって思ってたんだけど、そうじゃなくて、いわゆるお香の色をしてます。へえ、これがイチゴの香りするって、そんなことある？じゃあちょっとですね、実際火をつけて香りを楽しみたいと思います。はい、というわけで実際に煙をどんな感じかっていうのはね、今イチゴミルクみたいなね、あんな感じなのかな。そんなことある？なんか懐かしい感じの、僕らのイメージする懐かしい感じのイチゴの香りがします。なので酸っぱみたいな感じのイチゴじゃなくて、チョコレートとかと合わさってるイチゴの感じですかね。これ好きな人めっちゃ好きなんじゃないかなっていう、本当に本製品は食品ではありませんってわざわざ注意書き書いてあるぐらいの、あ、これいい香り、これ食べちゃうか、熱っみたいなやんないか、すいませんね。なのでそのくらいの香りだっていうことなんですね。だからなんか美味しそうなお菓子みたいな香りなので、でもお菓子っつっても そんなたるい感じじゃないよね。甘ったるくてちょっと嫌になっちゃうなっていう感じでもないので、ほんのりとですね、そういった強すぎないいちごのエッセンスを感じられるですね、おこうかなというふうに思います。はい、というわけで今回紹介させていただいたのは安田松慶堂さんのいちごの香りのお線香、いちごだからね、いちご香でした。お買い求めは概要欄のリンクをクリックいただくか、老舗通販ネットで検索をお願いします。また高評価、ライクボタン、シェアやコメントもお願いします。日本の良いものを世界へ、伝統の良いものを現代へ、アガタジャパン登録よろしくお願いします。マークでした。